いや記憶力ね、頭突っ込んでてよかったよ。運よく J69 来ましたんで、チャイム聞くためだけに乗ります。乗っちゃいますよ。もうフリーキップなんで別にね、乗っても問題ないので。1号車だったら空いてたな。なんかすごいなんか気まずくなるな、上野から乗るっていうね。もう座席なんてどこでもいいんです。もうとりあえず座れればいいんで。コンセントがない J69 編成に急遽乗車です。メインはフルチャイムだけですんでね。はい、すごいね、こんな感じで。車内の作りとかはね、特に変更はないんですけど、少しね、仕様が変わったディズニー仕様です。 J69 編成、この前新潟から時45で運転されましたよね。聞こえました？皆さん、終点東京です。確かにチャイム違う、初めて車内で聞いたわ。あ、なんか新鮮、なんかこれ聞くためだけにこれ乗ったのかと思うとなんかちょっと悲しくなるんですけど、これはこれでまたいいですね。一応今月末までは運転される計画になってるんですけど、ただコンセントがないんですよ、この車両。だから廃車になる可能性が特に高いんですよね。一応今後 E2 系の運用でまだ一部の那須野号とかでね、運用残るんですけど、多分新しい方の J70 以降の車両を使うと思うので、それ考えるとどうなんですかね、まあ、ゴールデンウィークとかまでだったら残る可能性もね、まあ、ないとは言えないんですけど、ちょっとね、今後いろいろと気になるところが満載な E2 系 J69 編成。車内の作りとかにね、特に変更とかはないんですけども、もうね、外装が完全にラッピングされた新幹線です。そしてこの場合ですか、翼のことね、変結するので、翼の場合でも車内放送のねチャイムが変わります。 J66 編成だったらね、ふるさとチャイムが流れるのと同様です。ですのでね、それこそ翼号乗ってると福島駅でわざわざね連結見るために降りる人なんていないと思うので、あれ車内チャイム変わったなと思ったら、まあ、J69 かね、まあ、J66 ですか、はい、まあ、どちらかの少しね仕様が特殊なイニケが連結されているはずです。お隣の神田駅を通過中。何番線だこれ、右側って言いました。じゃあ21番か。17時48分の到着かな。あ、お出口左側、あ、違うな、もう一回分岐したな。あ、21番ですね。この時間だったら多分特急湘南とかもいるんじゃないですか、もうじき。おー、車両の外装も取ってにしようかな。ただただこのチャイム聞くために乗ったのかって思うとなんかあれだな。おー、寒い、寒くなってきたな本当に。このね、はい、40周年東京ディズニーリゾートです。前仙台駅でもね撮りましたんで、とりあえずちょっと連結相手の E3 系を見に行こうかな。車両が止まってるからといってあんまりこのね黄色い展示ブロックの内側歩きたくないんですよね、怖いんで。ただやっぱちょっと人が多いとね、歩かざるを得ない時があります。連結相手は71編成ですね、2000番台。とりあえずこの下りの153号見送ったら動画終わりにしましょうね、せっかくなんで。どうせだったらやっぱね車両見送って終わりにした方がなんか区切りいいかなと思ったんで。いやー、いいですね、このね夜の夜景ですか、東京もいいですよ本当に。たくさんのビル群立っててね、このなんかちょっとなんかオレンジっぽい照明がねまた良くて、東京駅、なんかあれ3号さんいるわ。あれなんだ、特急八王子とかですかね、それともなんだ特急あずさかな、開示か分からなくて。
で、ちなみにこっちにも E257 系が止まっています。車庫に持っていくんだな、多分高輪ゲートウェイの隣の、まあ、車両センターといった方が正解でしょうね。あれ18時って特急なかったっけか。あ、言うんだ、ラッピング車両ってわざわざ。めっちゃ来るな。おお、山手線もいる。土浦行きの常磐線から熱海行きから中央線から山手線と帰宅ラッシュ、本当すごいですよね。首都圏はよくこんだけ走ってて定時運行するようになって毎回感心します。本当に、うわすごい。6号車もすごい、もうギューギューだよ。うわ4号車もすごい。前10両は水戸行きらしいです。とりあえずこの新幹線見送って終わりましょう。 J69 編成、まあ、いつまで走るのか、ね、いつまで走るのか分かりませんが、乗れるときに、ね、乗りに行きましょう。ホームページからも、ね、発表されております。結構ガラガラだな、指定席。翼の指定席乗ってそのまま福島まで行くっていうのも、ね、まあ、ある意味ありっちゃあれなんですよね。同タイミングでいい3号さんも行ったな、すげー。おー、グーフィーとかダッフィーとかね、3号さんは連結してましたけど、いやこの編成見るためにキャラクターを覚えたんですけども忘れました。なんかチップとデールとか、なんかね、グーフィーとかなんかそんなにいたと思いますけども忘れました。じゃあどうもありがとうございました。